カイラーリーはアメリカ合衆国の女優、歌手、モデルである。ノースカロライナ州シャーロットにて生まれ、バージニア州バージニアビーチにて育つ。その後12歳の時にフロリダ州マイアミに移り住む。15歳の時に映画キックボクシングアカデミーで女優デビュー。実の兄クリストファー・カイマンリーと恋人役で共演した。2001年にコメディ映画 Not Another Teen Movie に主演。同映画のサウンドトラックに収録されている、マリリン・マンソンの n インテッドラブのミュージックビデオにも出演している。2002年にドラマ、ガールズクラブ、ザッツ 80S ショーにレギュラー出演するもいずれも第一シーズンをもって打ち切りとなる。2003年にドラマ、ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルの第7シーズンにレギュラー出演したが、 制作費の削減のために第7シーズンの最終回をもって交番となった。2007年よりドラマグレーズ・アナトミーの第4シーズンより主人公メレディス・グレイの母違いの妹で下界インターンのレクシーグレイ役でレギュラー出演。2014年よりドラマタクシー・ブルックリンの主人公サリバン役でレギュラー出演。 2002年7月20日にドラマ、セブンスヘブンで共演した俳優ネイサン・ウエストと結婚。2003年12月には、長男、ノア・ワイルド・ウエスト。2006年9月には、長女・テイリン・リー・ウエスト。2009年5月7日には、次女・アニストン・ケイ・ウエストが誕生。2020年6月に、LGBTQ のコミュニティの一員であることをカミングアウトした。 ありがとうございます。